皆さんこんにちは、最近扇風機が欲しい霊夢です。最近動画の初めのネタを悩んでる解説役の霧雨マリサだぜ。今日は誰を紹介するの？そうだな。霊夢よ、戦国時代における悪人の定義は何だと思う？殺し合いが頻繁に起きていたあの時代の、だ。そりゃあ、死刑三奪とかかしら。そう、死刑三奪や裏切り、と起こした行為をした者はあの時代でも悪人と見られた。そして、その悪人の中でも三大悪人とされている人物が存在する。今回紹介するのは戦国三大狂遊の一人。将軍を殺し、主君を裏切り、大仏を焼いた極悪人とされている人物。戦国時代を疾走したボンバーマン。松永久秀。松永久秀は、三好長慶の家臣で絶大な権威を誇った人物だぜ。信長に臣従した後、二回も裏切った人物よね。外の世界ではギリワン、ボンバーマンなんてあだ名で呼ばれているぜ。相当ネタ枠な人物なのね。まあ話題にこと欠かない人物ではある。しかし、実際の久秀は無楽で、意外に義理がたい側面が多いんだぜ。今回はそんな狂遊と呼ばれる久秀について解説していくんだぜ。久秀は永正7年、または5年生まれとされているが、その出自についてはよくわかっていない。もはやこれ毎回よね。久秀の名前が確認できるのは天文9年、細川晴元の家臣、三好長慶の秘書官として活動しているのが最初だ。今回は言うことを食うなのね。この時の三好長慶は若干19歳にして細川晴元の重臣であり、軍事でも一翼を担っていた。しかし、主君である晴元とその腹心三好政長は、長慶の父元長を殺害しており、主従関係はかなり険悪だった。よく主従関係が成立しているわね。まあ晴元政権は内部で敵味方が入り乱れており、二人とも争っている情勢ではなかったんだぜ。複雑すぎない？これでもかなり簡略化しているんだぜ。解説するだけでに、30分はかかるため割愛するが、天文9年は宿敵晴元の家臣だった長慶だが、天文18年には宇治綱川につき、晴元と真っ向から対立した。長慶はこの江口城での戦いで父の仇だった政長を討ち取り、晴元と将軍義輝勢を京都から追い出すことに成功したんだぜ。まあ天文18年に長慶が復讐、元池国城を成し遂げて畿内のトップになったとだけ覚えてくれればいいぜ。それだけならわかりやすいわね。京都を制圧した長慶は、京都の諸政を一族の三好長安や久秀に任せたことで、久秀が徐々に表舞台に出始める。これまでは久秀の弟である松永長頼が三好軍の一翼を担っており、久秀は弟のおかげで今の地位になったとさえ言われていたんだぜ。親の七光ならぬ弟の七光ね。しかし久秀はこの頃から京都防衛や大春元勢との戦いで武功を立て、三好家の中でも大出世を遂げる。天文20年、義輝と春元らが京都奪還を狙って京都の総国寺に布陣した際には、弟の長頼と共に大軍で総国寺を包囲し、これを打ち破っている。しかし、2年後の天文22年に内藤国貞と共に、旗の秀近の数掛山城を攻撃した際には、攻撃中に春元側の三好遺産と香西元就に背後の八木城を攻められ、内藤国貞が討ち死にするという大損害を招いている。軍事が巧みなわけではなかったのね。その後、翌天文23年さらに翌年の高知元年にも長慶軍は丹波の旗の市を攻め、八上城は落とせなかったものの、丹波の半分を支配下に置くことに成功する。長慶は久秀の弟長頼に内藤家を掌握させ、久秀は摂津に戻り、翌高治2年には、長慶と共に境で三好元長の25回忌に参加している。なんか不自然なくらいべったりね。この時の久秀はまさに長慶の長身だったんだぜ。2年後の永禄元年、9年にわたる将軍足利義輝との戦いにもついに決着がつく。京都の勝軍山に布陣した義輝勢と、その南東の如意岳に布陣した長慶は、小規模の戦闘をしつつも睨み合いを続けていた。しかし、長慶には合わさ抜きの四国勢が控えており、義輝側にはすでに勝機はなかった。11月、六角義方の仲裁により、長慶と義輝は和睦、義輝は長慶らに出迎えられて入京した。この時長慶は泣いて喜んだと言われているぜ。なんで長年敵対していたんじゃないの？長慶の敵はもともと三好政長であり、義輝と晴元がそっち側についたから敵対していたんだぜ。長慶は和睦後、義輝の幕府としての主権を許せる限りでは容認している。長慶は保守的な人物であり、義輝には寛大、というよりかなり甘すぎる態度を示していたんだぜ。まあ、これが後の悲劇を生み出す原因になるんだけどな。義輝との関係が改善した翌年の永禄2年、長慶は次に河内山との制圧に乗り出す。
前年の永禄元年、川内守護の畠山高政が家臣の安見宗房に河内から追放され、紀伊に逃亡した。そこで長吉は安見宗房の飯盛城を攻撃、同時に紀伊に逃げた畠山高政を高屋城に帰還させた。そして、安見側の残党狩りを名目に、久秀が大和に侵攻した。当時の大和は守護が存在せず、僧兵や武装門徒を多く抱える興福寺や、筒井氏をはじめとした有力者が支配していた。しかし、最大の勢力を持っていた筒井氏当主、筒井純慶は当時まだ11歳であり、久秀の大軍になす術がなかった。久秀は翌永禄3年には興福寺を破り、大和をほぼ手中に収めた。同時期、長吉は裏切った畠山高政を攻め、畠山高政安見宗房を河内から駆逐することに成功した。主従コンビで一気に川内大和を手中に収めたのね。その後久秀は篠木山城に入城、また、大和の北端に多聞城の築城を開始した。この時点で久秀は大和の支配を一任されたんだぜ。この時、三好家は9カ国を支配する日本最大の大名となっており、その中でも松永兄弟は三好一族を除けば、丹波大和を支配する最大勢力となった。長吉は各国の重要拠点に兄弟や松永兄弟を配置し、それぞれが統治するという支配体制を整えた。将軍と守護の関係に似ているわね。こういった点も長吉が保守的と言われるゆえんだぜ。この永禄4年は三好家の最盛期であると同時に、久秀にとっても人生最高潮の時だった。久秀は名家の生まれでないにもかかわらず、主君である長吉と同じ重臣家に少女し、久秀の代名詞とも言える壇上昇室に任命される。代名詞？爆弾、上。すまん。そしてさっき言った通り、将軍義輝からは音も衆に任命され、三好親子と同等の扱いを受ける。三好家内では長吉の最側近であり、大和一国の支配者。そして、平雲や津雲上那須といった名器を複数所持しており、茶人としても名声が高く、宣教師や公家、大名までもが驚くほど豪華絢爛な多聞城を築城するなど、文化人としても活躍していた。まさに名声を欲しいままにしていたのね。しかし、そんな絶頂期も不意に終わりを迎えることとなる。永禄4年4月、長吉の弟であり、軍事の中核を成していた存在である曽郷一政が病死した。さらにその年6月、丹波国を支配していた久秀の弟長頼が、若狭武田への重臣、辺見正常の反乱に加勢したが、越前の朝倉義景と武田義宗の連合軍に敗れた。これにより、今まで抑えてきた丹波国人が離反し、旗の元秀らの勢力が盛り返してきたんだぜ。三好家の軍事が一気に揺らいだのね。これを好機と見た六角吉方畠山高政らは同時に挙兵、三好家を挟み撃ちにした。六角吉方は京都北東の将軍山城に軍を進め、三好義興、久秀の軍と対峙。畠山高政は病死した数正の代わりに泉国に入った安宅冬康のこもる岸和田城を包囲しつつ、三好実急を対象とした三好軍と対峙した。両方面の戦いの初戦は互いに攻防が続き、7月から始まった戦いは長期戦となったんだぜ。あれ、いつの間に春元がこっち側にいるの？この年の5月、義輝の取りなしで長吉と和睦、摂津の不問寺に隠居したんだぜ。ちなみに余談だが、この時、後に出てくる三好三人衆が全員登場しているぜ。さて、長期戦の様相を呈していた戦況だったが、翌永禄5年3月5日に戦況が動く。高政と対峙していた三好軍の大将である実久が、根頃衆によって撃たれたんだぜ。例の鉄砲隊ね。これにより三好軍は総崩れとなり、境経由で四国まで撤退、岸和田城も落城し、南側は完全に突破されたんだぜ。実久討ち死にの報を聞いた久秀義興はすぐさま京都から撤退を決断。岩成友道の警護の元将軍義輝を岩清水にまで避難させ、久秀らは山崎まで退去した。これにより六角吉方は入れ替わるように入京、三好軍側に味方する人間を次々に取り締まった。まさかの都落ちね。長吉は何していたの？見ての通り、実久を打ち破った畠山軍に、本拠である飯盛城を厳重に包囲されていた。この時、本拠である高屋城を取り戻した畠山高政のもとに河内国大和国の国人が次々に参陣しており、その軍は3、4万人にまで膨れ上がっていた。これに対し、久秀は久米田の敗戦で境に逃れていた敗山兵や泉河内に分散していた兵をまとめ上げ、さらに丹波摂津の国人たちに檄を飛ばし、体制を整えた。同時に、熱海冬休み吉安ながら率いる四国軍も体制を立て直し、義興、久秀らと合流した。長吉は久秀らの軍と合流に成功し、行幸寺付近で畠山軍と激突、これを打ち破ったんだぜ。2ヶ月前の雪辱を果たしたのね。
これにより畠山軍は瓦解し、畠山高政らは紀伊に再び逃亡。残された六角義方も京都から撤退、長吉と和睦したことで三好家が完全に勝利したんだぜ。その後、久秀は将軍と長吉を裏切った幕府の万所執事、伊勢定隆の討伐や、大和の遠野峰寺や統治統括といった反三好派の勢力討伐に回った。しかし、三好家の不幸はまだまだ続いた。翌永禄6年6月に長吉の嫡男義興が病死、12月には長吉の良き協力者であった細川氏綱も他界した。これはえぐいわね。嫡男を失った長吉は、祖豪和政の嫡男祖豪重康を養子として迎え入れ、代わりに実休の息子祖豪正康に祖豪家を継がせた。なんでそんな回りくどいことをしたの？重康の母は11位九条種道の娘であり、朝廷とのつながりを重視したためと言われているぜ。このように、三好家は相次ぐ不幸により、家臣団を再編成する必要が生じたが、当主の長吉は心身が完全に疲弊しており、資料を失ってしまっていた。永禄7年5月9日、長吉は突然弟の熱海冬康を本拠の飯盛城に呼び出し、殺害した。どうして？理由は不明だが、残言を信じてしまった、あるいは後継者に不満を持っていた冬康が反落して内紛が起こるのを防ぐためだった、とも言われている。しかし、この行為は明らかに資料を失っているぜ。そして翌月の6月22日、三好重康の上洛と家督相続を見届けた後、11日後の7月4日に飯盛城で長吉は没した。このように、永禄4年から7年の間に三好家は長吉をはじめとする一族の多くが亡くなってしまったんだぜ。何か、何とも言えないもの悲しさを感じるわね。さて、ここまでが三好長吉時代の松永久秀の動きなんだが、一つだけ、触れなければいけない点がある。何かしら？この三好家の一連の不幸に久秀が関与しているか否かについてだぜ。どういうこと？近年まで、これらの不幸の大半は、久秀が三好家を乗っ取るための謀略だったとされていたんだぜ。具体的には一存と義興は久秀によって毒殺され、冬康は久秀の残言によって殺されたという説だ。そうなの？結論から言うと、この説は近年では真っ向から否定されているぜ。そもそもこの説は久秀が恐竜であるという前提から成り立っている。しかし、これまでの久秀の行動には、そのような兆候は一切ない。例えば、永禄3年から久秀は三好家の家臣であると同時に、義輝の幕臣として活動することが多くなっている。この頃には義輝からも信頼される存在となっており、お供衆に任命されるなど、義輝からかなり優遇されていた。しかし、それでも久秀は時折、義輝の意見を覆すことがあった。一方で、久秀は三好家内で絶大な力を有していたにもかかわらず、長吉に反発していた資料は全くない。将軍よりも長吉を重視していたのね。この時の久秀は明らかに恐竜ではなく、忠臣として活動していたんだぜ。それが後世では恐竜としてのレッテルが貼られてしまったため、三好家の乗っ取りのために、久秀が謀略で殺したという話が一般化してしまっていたんだ。怪しい奴なら誰でも黒幕にできる、っていうやつよね。その通りだぜ。そもそもこの時の久秀の権威は三好家あってのものであり、久秀単体の権威ではない。そのため、よっぽど節穴でない限り、祖豪和政の毒殺のように三好家の力が著しく弱くなるようなことをするはずがないんだぜ。実際、このせいで一度は都落ちすることになったものね。また、義興の毒殺についても恐竜というイメージが定着した後に作られた話であり、比較的早い段階に編集された足利紀世紀等の軍記物でさえその説を否定している。唯一、関与の可能性があるのが熱海冬康の残言による殺害についてだが、これも根拠はない。否定はできないんだ。一応、この件に関しては久秀にも動機があると言えなくもない。だが、もし冬康が残言で殺されたのであれば、三好三人衆や篠原長房の方が動機があったと言わざるを得ない。まあ、そもそも動機があるというだけでその人の謀略だというのはあまりにも早計だと私は思うぜ。このように、三好家の不幸に久秀が関与していたとされる説は、どれも根拠は全くなく、ただの憶測であることが多い。これが久秀が犯したとされる三悪の一つ、死刑乗っ取りの実態だぜ。他二つは？それについては後ほど解説するぜ。話を戻すぜ。三好長吉の死後、三好家は家臣団を再編成する必要が生じた。長吉兄弟の後を継いだ息子たちは皆若く、残された家臣たちが補佐する必要があったんだぜ。10歳から15歳って、私たちとそんなに変わらないじゃない。三好長春と祖豪正康はどちらも三好実休の息子であったことから、実休の最側近である篠原長房が二人の補佐役になった。
一方で、三好家当主、三好義重の補佐として三好三人衆と松永久秀が任命された。しかし、久秀はこの1年前に家督を息子の久通に譲っており、久通がもっぱら義重に従事して自身は大和国の安定化に努めているぜ。さっきもちょっと出てきたけど、この三好三人衆って誰？三好三人衆は、三好長安、三好正勝、岩成友道の三人を指すぜ。長安は長吉を長年支え続けてきた三好家の重鎮であり、久秀と同格とも言える存在だ。三好正勝は長吉の旧敵であった正長の息子であり、長吉は父の仇という複雑な人物だ。春元に仕えていた長吉とそっくりね。岩成友道は三好氏の出身ではないが、長吉に仕えた武用人の筆頭としてのし上がった人物だ。なんか見た感じまとまりのなさそうな三人ね。まあこの中で長安は他二人よりも格上の存在であったから、長安を中心に結束したんだと思うぜ。このような新体制のもと、新当主の義重は三好家の安定化を図るべきだったのだが、翌年彼はとんでもないことをする。三好家の誰かを粛清したの？殺したのは三好家の人間じゃない、将軍足利義輝だ。は？永禄8年5月、久通、三好三人衆と共に上洛した義重は唐突に軍を二条御所に押し寄せた。義輝はこの時自身も薙刀を持って奉公衆と共に戦ったが、多勢に無勢。奉公衆や義輝の母慶寿院と共に殺害され、同時期に義輝の弟周公も殺された。これが白昼堂々将軍が京都で殺害された初の事件である永禄の変だぜ。なぜ義重はそんなことしたの？説としては色々あるが、少なくとも三好三人衆の意図はおそらく足利義秀の擁立だ。足利義秀？義輝の叔父である足利義綱は、長吉の父元長が後見人となって将軍に就任するはずだった人物だ。しかし、元長が細川晴元に殺されたことで三好家の本拠である阿波に逃亡していたんだぜ。長吉時代は長吉の弟実久らと対立し、周防の大内義隆の元に逃れていたが、永禄6年頃に関係が修復され、阿波に帰国していた。三人衆は幕府の主権を取り戻そうと躍起になる義輝を排除し、義綱の息子義秀に将軍職に就かせることで、幕府の傀儡化を狙ったと考えられているぜ。一方で、義重はこの直後に義継と改名しており、この事件に積極的に関わっていたのは間違いない。しかし、この後の義継の行動からは義秀の擁立には賛成しておらず、三好三人衆や松永久通にそそのかされた可能性が考えられているぜ。久秀は何していたの？この時久秀は大和国におり、興福寺にいた義輝の弟義明を幽閉し監視下に置いた。三好三人衆と同調していたのね。いや、久秀は義明に命を取るつもりはないと静止を出しているから、ある意味では保護していたとも捉えられるんだぜ。どういうこと？久秀が義秀擁立に同調していたのなら、後に確実に反落の目となる義明をここで殺さないのは理屈に合わないんだぜ。また、詳細は後で述べるが、久秀はこの1年後には三好三人衆と対立し、信長義明と連携している。敵の敵は味方ということを加味しても、あまりにも久秀と義明との関係回復が早すぎるんだぜ。このことから、久秀は義輝殺しには消極的であり、義明が三好三人衆に殺されないように保護していたとも取れるんだぜ。無論、義明を擁立して三好三人衆に対抗しようとしたとも考えられるけどな。ということは将軍殺しも久秀は関係ないっていうこと？いや、それはない。少なくとも久秀の後取りである久通が主犯格の一人である以上、久秀が関与していたことは事実だ。もし久秀が義輝殺害計画を知っていなかったとしても、久秀も関係者であることは疑いようがない。実際、朝廷や大名は義輝殺しの犯人を三好松永氏と見ていた。それが公正になっていつの間にか久秀が主犯格に変わっていた、というだけで関与はしていたんだぜ。話が少し脱線したから戻すぜ。5月に義輝が殺害され、義明も興福寺一条院に幽閉されたが、7月に義輝の奉公衆であった細川藤孝や和田信政により救出され、近江の六角義方のもとに御所を設立し将軍を継ぐことを宣言した。一方で、丹波では久秀の弟長頼が枠号での戦いで赤井直政に討ち取られ、三好家は丹波国の支配を失ってしまった。義明を取り逃がし、弟長頼を失った久秀は三好家での立場が揺らいでしまった。永禄8年、三好三人衆は義継の本拠である飯盛城に押し入り、義継の士官を殺害、義継を高屋城に移送した。そして、義継に久秀討伐の命を出すように説得したんだぜ。この頃から三好三人衆は義継をないがしろにしわじめる。
そして三好三人衆は足利義秀から久秀討伐の現地を取り、久秀との対立を決定的にする。これに対抗し、久秀は紀伊の畠山高政らと同盟し、さらにこの時には織田信長とも連携している。今まで、この時はあくまで三好三人衆対久秀対義明の状態と考えられてきたが、松永川の城である昇竜寺城に義明の方向衆が、筒井城には織田軍の援軍が入城しており、この時すでに義明の上洛のため、信長と同盟関係にあったことが明らかになったんだぜ。永禄9年2月、畠山高政と安見宗房は泉国の境まで出陣、付近の港を押さえ、川内の三好軍と対陣。しかし、三好三人衆の軍の方が数が圧倒的に多く、大敗してしまう。久秀も伊丹近沖ら摂津国人らと共に5月に境に出陣したが、三人衆に境を包囲され敗退、久秀は数ヶ月間行方不明になる。これにより、摂津泉にあった久秀方の城はほとんど落城し、大和国でも筒井純慶が筒井城を取り返すなど、久秀は完全に劣勢に立たされた。さらに、8月には織田信長と和睦していた斎藤辰興が再び信長と争ったため、信長は上洛どころではなくなってしまい、同時期に義明をかくまっていた六角義方が三好三人衆側に寝返ったことで、義明は若さに脱出した。敵のいなくなったのを機に足利義秀は篠原長房に連れられ阿波から摂津に上陸、翌永禄10年1月に15位で鯖頭へ昇女した。ここまでは三好三人衆の思い通りって言ったところね。ところが永禄10年2月、金山信貞の手引きで三好家当主義継が三好三人衆から逃れて、久秀の元に逃れてきた。この時三好三人衆や篠原長房は義秀を擁立し、義継を傀儡としていた。結局死刑散脱をしていたのは三好三人衆側だったってことね。これに耐えかねた義継は劣勢である久秀の元に逃れてきたんだぜ。久秀は義継を伴い堺から信義山城に入城、そして4月11日には多聞城に復帰した。これに対し、三好三人衆は筒井純慶、池田勝政らと共に大和に出陣し、多聞城の南である白豪寺に布陣した。多聞城と白豪寺の間は東大寺や興福寺の陰謀が多くあり、これらをそれぞれの軍が占有放火破壊するなど、両者の戦いは泥沼の市街戦に陥った。しかし、5月には三好三人衆は筒井軍の手引きで東大寺の大仏殿に布陣しており、8月には後輩を狙う根頃衆を撃退、9月には久秀方に寝返った飯盛城を包囲するなど三人衆側が優勢であった。しかし、10月10日、久秀は三人衆のこもる東大寺に用地を決行、三人衆や池田勝政らを打ち破ったんだぜ。この戦いで久秀義継らは大和の支配を取り返した一方で、東大寺の大仏を消失させてしまったんだぜ。これが三悪の最後、大仏焼き討ちだぜ。これはもろに久秀のせいじゃないの？中には久秀のせいじゃないという人もいるが、はっきり言って明らかに久秀のせいだぜ。東大寺に布陣していた三好三人衆の失火が原因とも言われているが、そもそもの発端は久秀が用地を仕掛けたことだからな。ただ、久秀は別に大仏を燃やすのが目的ではなく、消失後復興に努めているんだぜ。さて、一度は敗れた三好三人衆であったが、久秀との勢力差は依然として大きく、その後も優勢にことを進めていた。翌永禄11年2月20日、義秀が正式に将軍に任命された。将軍の権威を得た三好三人衆は、さらに6月に久秀の重山城を落城させた。そして9月に筒井軍と三好正勝が再び多聞城を攻めたが、ここでタイムリミットが来てしまった。タイムリミット？ご存知織田信長の上洛だ。義明を擁立した信長は9月7日に上洛を開始し、六角義方を撃破し大津まで進軍。その勢いで10月には三好三人衆ら三好軍を四国まで追いやってしまった。こんなにあっさり敗北したのね。正直信長を舐めていた可能性は高いが、それ以上に三好三人衆らの行動に周囲の勢力が誰も賛同していなかったことが大きい。将軍殺しや死刑散脱、傀儡将軍擁立などの悪事によって三好軍の勢力は思っていた以上に張り子の虎になってしまっていたんだぜ。信長が三好軍を一掃した後、久秀と義継は信長、義明のいる芥川山城に出向き、人質と名物であるつくも神茄子を信条、義明に二人とも正式に赦免された。それだけでなく、義継には川内藩国を、久秀には大和国の支配を認め、細川藤高、佐久間信盛、和田信政らの援軍を久秀軍に送って10月には筒井純慶らを一掃した。この頃から久秀は義明のお供衆として義明に仕える一方で、信長からも新参の見ながら重宝される。信長が気に入っている人物ってこういう人ばっかりね。
例えば元亀元年、信長が浅井長政に裏切られて挟撃された時、久秀は琵琶湖西の朽木谷領主、朽木元毛を説得し、信長を朽木から京都に撤退する道を開く大功を立てている。このようなこともあり、信長は久秀を信頼していたが、久秀は信長を信頼していなかった。翌元亀2年、久秀は宿敵筒井順慶の辰一城を攻め敗北、順慶に筒井城を奪還されてしまう。しかし、この直後に順慶は明智光秀の圧戦により信長に臣従したため、手が出せなくなってしまう。翌元亀3年、久秀は三好義次と共に挙兵、畠山秋高を攻めたが、信長の命で佐久間信盛、柴田勝家、森永義良の大軍と義明の軍が援軍として入ったため、それぞれの城に立てこもった。信長軍の主力が出てきたのはなぜ？久秀義次は本願寺の抑えだったからな。ここで謀反されると近畿全体が危うくなるから急いで鎮圧する必要があったんだぜ。しかし、頼みにしていた甲斐の武田信玄は翌天正元年4月に死去、将軍義明も7月に京都を追われた。将軍をかくまった義次は11月に佐久間信盛に攻められ自害、ここに来て久秀も12月に降伏した。信長は久秀を気に入っていたようであり、久秀から多聞山城を没収はしたが、苛烈な処断はなかった。しかし、大和国の支配は原田直政や、宿敵である筒井順慶に一任したことで、久秀は再び反旗を翻す。4年後の天正5年8月、久秀は本願寺攻めに従事していたが、突如天王寺砦から退去し、自身の茂山城に立てこもった。信長はこの時も苛烈な処断をせず、逆に望みがあれば叶える旨を松井勇敢づてに伝え、説得を試みた。信長は久秀にだけ甘すぎない？それだけ気に入っていた人物だったんだろうぜ。しかし、久秀はこの説得を拒絶。信長は息子の信忠を対象として佐久間信盛、橋場秀吉、明智光秀、丹羽長秀らの大軍を持って茂山城を攻めた。10月10日、茂山城は炎上、久秀は名品平雲に火薬を詰めて爆死した。というのは後世の創作で、実際には平雲を打ち砕いて焼死、あるいは自害した。くしくもその日は10年前に、久秀が三好三人衆との戦いで東大寺の大仏を焼失させた日であったんだぜ。以上が久秀の一生だぜ。結局最後の方は裏切りまくっていたわね。そこなんだぜ。久秀はこれまで、信長を2度も裏切って死んだという印象が強かった。また、宣教師の追放や自社勢力の支配を行ったことから、ルイス・フロイスの日本史や多聞院日記といった資料でさえ悪く書かれたことがそれに拍車をかけた。そして後世では天下の大悪人、恐竜としての久秀像が出来上がったんだぜ。しかし、近年の戦国史研究により、久秀への評価が見直されてきているんだぜ。三悪についてはむしろ三好三人衆の方が当てはまっていたわね。ただ、気をつけなければいけないのは現在、アンチテーゼとして久秀の中心としての側面がピックアップされているが、久秀を義の武将だと思ったら大間違いだという点だぜ。実際、将軍殺しも大仏焼き討ちも関与はしているものね。確かに長吉に対しては忠義を尽くしていたことは間違いないが、一方で信長を何度も裏切ったこともまた事実だぜ。私個人の意見になるが久秀はあくまで、悪人だが、主君である長吉には忠実、な人物にとどまると思うぜ。これを機に正当な評価をされるといいわね。コメント返信コーナー。皆様、前回の埼玉ご一をご視聴いただきありがとうございます。今回もたくさんのコメントをいただいたぜ。まず一つ目。米返しにもっと尺を割いてもらっても構わない。ありがとう、そう言ってもらえると嬉しいのぜ。ただ、やはり本編がメインのため、3、4分程度でとどめようと思います。二つ目。太田隆一の解説を希望。ありがとうございます。ウッシーについては特別会でケイネが資料の説明をするからその時に紹介させていただくぜ。また、次回は要望の多かった佐久間信盛の解説をします。この人も評価が難しい人だぜ。三つ目。諸殺令について。これはちょっと議論を読んでしまったようなんだぜ。申し訳ない。宛名順と序列順の話よね。ああ、そして結論から言わせてもらうとこれは文書の性質によって違うんだぜ。どういうこと？確かに、通常の連番状はトップが先に名前を書き、地位が高いものから順番に書いていく。これは間違いないぜ。毛利家なんかはそれを避けるために傘連番状を出しているわね。しかし、前回紹介したのは奉行書であり、これらの連番状とは性質が真逆なんだぜ。どういうこと？簡単に言うと、実動部隊が書類を作り、総括者に許可をもらい、宛先に発給する書類なんだぜ。
この書類の場合、日付の元は一番身分が低く、最後の人物が一番身分が高い。だから、文書の順番から身分を見る場合はその文書の性質をちゃんと見る必要があるんだぜ。また、人数が多かったり、同僚である場合、その人が遠方にいる場合には順番が変わることも多く、一通のみでは確定はまずできないんだぜ。ウプ主が調べた限りでは、これらの文書は後者の類であり、しかも複数からそのことが確認できた。そのため、永禄年間は光秀秀吉という結論にさせていただいたぜ。四つ目、増田右衛門所295号について。この話は秀吉の時にとっておきたかったんだが、せっかくなんで詳しく説明するぜ。永禄12年8月、秀吉が2万の軍で田島を攻め、山梨家豊を降伏させたとされていることから、秀吉がすでにこの時大軍を指揮する立場であったとされている。しかし、その話は後世の軍記物による脚色が多く、その元ネタと言われているのがこの朝山日常が毛利家に送った報告書だぜ。少なくとも次の播磨攻めに送るというのは秀吉ではなく、同じ木の下姓の誰かだぜ。同じ木の下姓だからわかりにくいわね。彼らは一時期、秀吉の兄弟ではないかとされたこともあったんだぜ。この文書に載っとるのであれば、秀吉がこの時2万もの大軍を指揮したとは考えにくいんだぜ。この戦いのすぐ後の8月に信長は織田家のほぼ全軍を持って北畠家との戦いに出ており、秀吉も参加している。そのため、2万の兵を指揮して田島まで攻める兵も時間も明らかにないんだぜ。またコメントにあった山本弘樹教授もこの戦いについては慎重な立場だぜ。他にもたくさんのコメントありがとうございます。また、この動画を広告していただいた皆様に感謝いたします。これらを励みにしてより良い解説動画を作っていこうと思います。ここまでご視聴していただきありがとうございました。次回もぜひ見ていってくれなのぜ。また、ぜひ紹介してほしい武将がいればコメント欄に書いてください。それじゃあ、視聴者の皆様、さらばだー。